さん、こんにちは。こんにちは。金沢21世紀美術館学芸家の私、中田と申します。この展覧会、ラボ4スペースシンタックスの展覧会を担当したキュレーターなんですけれども、今日はこの、本来ですと展覧会の最終日にあたる6月14日本日のこの時間からのラップアップセッションの司会進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。この展覧会なんですけども、ちょっと画面を共有しますね。今、ウェブサイトが掲載、画面上に出たかと思います。これは当館のウェブサイトのスペースシンタックスの展覧会のページなんですけれども、皆さん、足を運んでいただいた方、もしくは、このコロナの休暇のために足を運んでいただけなかった方もいるかもしれません。少しだけ展覧会についてご説明をいたします。この会場の様子なんですけれども、これを少しスクロールしていただくと、こんな感じで、開催していた頃の会場の360度の画像が入っていますので、こんな展示だったということを、このウェブ上でもご覧いただけるようになっています。で、本来ですと、展示の中でいろんな資料をお見せできる予定だったんですけども、やむを得ずできなくなったこともあって、それを再現公開するという形で、この下の部分に展示の構成をそのままウェブ上にアップしています。こういったウェブ上本部の中にもありますし、ここからプレゼンテーションシートということで、ダウンロードしていただくと、映像で映していたものというのをご覧いただけます。で、また、会場の中に提出していたパネルなどは、展示構成をダウンロードというこの PDF を見ていただくと、そういったこともご覧いただけるようになっています。ぜひまた追体験というか、今回のラップセッション、ラップアップセッション終わった後でも、改めて見ていただければと思います。で、今日登壇していただく高松さんについても簡単にご説明をさせていただきますと、スペースシンタックスという今回の展覧会のタイトルなんですけども、これはもともとロンドンで発祥した都市計画、アーバンデザインの理論と実践に付けられた名前なんですけれども、法人化していまして、それが日本でも高松さんがのれん分けといいますか、引き継ぐ形で会社を立ち上げています。で、今回はスペースシンタックスジャパンの代表として高松さんに展示の構成、そして出品作家として活躍をしていただきました。今日はその調査ですとか、分析といったことを踏まえて、ラップアップセッションの前半をそのレクチャーとして、で、後半を皆さんの意見をいただいたり、皆さんと議論を進めたりしながら、ディスカッションの時間というふうにさせていただけたらと思います。では、そろそろ高松さんに戻していきたいのですが、共有を解除できましたか。はい。ということで、このスペースシンタックスの展覧会、紆余曲折ありまして、会期を延長したんですけども、延長した会期のほとんどが、コロナの影響で休館せざるを得なくなりまして、展示できなくなりました。最後もちょっと、閉幕がそのまま休館とともにということになってしまいましたので、今日はそのラップアップセッションの中で、展覧会そのものについても、皆さんからのご意見とか、感想も聞いていけたらなと思います。では、まずは第1部のレクチャー、高松誠司さんにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。森さん、中田さん、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。スペースシンタックスジャパンの高松と申します。今日はですね、本当は金沢に伺ってお話ができればよかったんですけれども、こういう形で、お話する機会を作っていただいてありがとうございます。あと皆さん、この中、初めましての方も結構いらっしゃるんですけれども、ご無沙汰していますという、特にリサーチサポーターの皆さん、本当はお会いしたかったんですけれども、今日参加いただきましてありがとうございます。皆さんに参加していただいて、無事いろんなデータが集まりましたので、それについてお話をしたいと思います。じゃあ始めていきます。30分ぐらいの、予定になって、しています。
この空間レイアウトの見えない力、スペースシンタックスの、ラップアップミーティング始めたいと思います。まず展示 の内容、先ほど永田さんからも、お話しいただきましたけれども、まあ全体4部構成になってまして、この左上からですね、この左上の方から、展示1は、まあ、会場を使って会場 の床面にも展示をするという形で、スペシタックスの、まあ、この展示のですね、イントロダクションということです。で、展示2で、スペースシンタックスの、概要について説明をしています。で、この会期中ですけれども、昨年の11月に亡くなってしまったんですけれども、ビルヒリア先生、私も直接いろいろ教わった先生、がこ のビルヒリア教授で、この先生によって、スペースシンタックス理論が始まったということです。で、左下が展示3で、今日はまあ、この展示については詳しくご説明しないんですけれども、この休憩スペースを使って、まあ、新しい調査手法の実験をしたというものです。で、右下が、この今日お話しする展示4の内容ということになります。で、このラボ4、スペースシンタックス展で目指したことですけれども、まあ、大きくまとめますと、空間レイアウトの見えない力を示すということです。で、この中で、まず、まあ、そういう空間レイアウトですね。この、場所 の位置とか、配置が、まあ、いろんな意味を持っていて、それによって人の動き方が変わったりとか、いろんな機能が変わるということについての、まあ、発想の転換とか気づきを、して持っていただきたいということでイントロダクション。また、スペースシンタックスの考え方の、紹介をするということを最初にしました。そして、続いて展示3では、展示3では、まあ、この今左側に見せてますけれども、この天井につけたカメラですね。カメラをのビデオ映像を使って、人の動きのデータ化をするということをやっています。この展示さんについては、弊社のですね、スペースシンタックスの学生の、大学院生の、スタッフである小林くんという、学生さんに、このシステムの、構築を手伝ってもらって、大活躍してもらいました。で、またこのデータ分析については、山崎くんで今日参加してくれていますけれども、また、こちらも大学院生のスタッフに手伝ってもらって、まとめて、います。で、この内容については、ウェブサイトにも載せていますので、またご覧いただければと思います。まあ、簡単に触れますと、このスツールですね、椅子の配置をこういろいろに変えて、どの椅子がどれぐらい使われるのかと、赤いところが、まあ、たくさんよく使われる。たくさん人が座った場所で、青いところというのはあんまり座らなかったということですけれども、まあ、それがこの配置によってどう変わるのかということを示しています。なかなか休館があったということもあって、予定通りに行かなかった部分も多々あるんですけれども、まあ、少しこう、傾向も見えてきたり、面白い結果が出てきているので、まあ、これからもそのデータを使って、分析をしていきたいというふうに思っています。続いて、今日の内容ですね、展示4ですけれども、この美術館建築、まあ、美術館という建物のタイプの中で、まあ、人がどういうふうな移動をしているのか、どういうふうな特徴が、人の移動っていうのにどういう特徴があるのかということを理解したいということ を目指したもの。もう一つは、この金沢21世紀美術館の空間レイアウト的な特徴ですね。まあ、いいところ。まあ、この建築素晴らしいということは、まあ、皆さん、共感していただけると思うんですけれども、それが、まあ、どういうところがすごいのかということを客観的に、まあ、データを使ったり、この分析の指標を使ったりして示していこうということを目指しています。で、この中から、3つですね、分かった子。まあ、おぼろげながらというか、分かってきたことがあって、で、それについて、今日お話したいと思います。まあ、まず1点目が、
この人の移動に関して展示室の入り口の位置っていうのが、まあ、鍵になっているんだということです。で、2点目、これ展示意図に応じた配置が可能であるということが、この金沢二次世紀美術館 の、 メリットであるということを改めて示すということ。で、3つ目、最後が無料ゾーンというのものを、まあ、もう一回考えてみて、それには大きな可能性があるんではないかということを、示すということをやっています。で、これがまあこちらで考える、今回のデータから分かることなんですけれども、今日ですね、後半、ディスカッションの中で皆さんの意見も、伺いながら、まあ、これ考察を深めていきたいというふうに思っています。で、調査ですけれども、本当にたくさんの方、延べ140名の方に、参加していただいて、リサーチサポーター、まあ、参加者というか、役割の方とリサーチャーというか役割として参加していただいて、2日間ですね、1月の、金曜日と土曜日の午前午後で、まあ、延べということですので、このうち3回4回参加していただいた方も、おられて、非常に助かりました。また楽しくこの調査を進めさせていただきました。ありがとうございました。ということです。こんな感じでしたね。で、まあ、この前に10月、12月、昨年ですけれども、キックオフミーティング、あと、説明会ということで、参加いただいて、またそこでもいろいろと貴重なコメントをいただいて、アドバイスをいただいたり、しました。で、この写真の左側がリサーチャーということで、データを集める役割の方々。右側が参加者ということで、まあ、美術館の通常の、お客さんの、役割をしていただくということです。で、参加していただいた方は、ああ、こんな感じだったというふうに思い出していただければと思うんですけど、初めての方は、左側が、リサーチャーですね、データを得る方。で、右側が、参加者ということで、この参加者の方々が歩いていく。で、この11番の方が歩いて、行く様子を、まあ、その11番担当の、リサーチャーの方が、この方の行動を記録していくということで、データを集めていくことでした。まあ、こういう形で、展示室ですね。展示室、通常は、展示室の番号が、ここ展示室、何番っていうのをここ書いてあるんですけれども、もうそれを、見えなくした状態で、真っ白な状態で、歩いていただく。で、この、何もない状態の美術館ですので、まあ、通常の、美術館の人の動きとは違ってしまうんではないかということで、いろいろ事前の説明会なんかでも議論をさせていただいて、こう最終的に森さんのひらめきがありまして、こういう、建築の特徴を示した説明したこのカードをここに置いておいて、それを探しながら歩いていただくということにしました。で、まあ、あとは自由にですね、歩ける範囲を、歩いていただくと。で、それ、ここ、まあ、こっそりというか、まあ、分かってはいるわけですけれども、後ろからなんとなくついていきながら、ここで、ちょっと立ち止まってキョロキョロしたとか、この道を歩いて、この部屋に入って、ここでカードを取ったというふうに、データを記録していくということをやっていただきました。そして配置ですけれども、通常は、こういう形、ですね、この青、黒いところは無料ゾーン、あるいは人が入れない部分で、展示の、展覧会ゾーンとして、まあ、通常こう2つに分けることが、よくある多いようなんですけれども、この図の上の方と、下の方ということで1、2と分けて入り口がこことここにあるという、こういう配置が多いと伺っています。で、今回は、それではなくて、
この3つのパターンで、実験してみようということです。で左側から、レイアウト1ということで、もう無料ゾーン、有料ゾーンの、区別なしに全部オープンにして、どこでも歩いていける。このパーティション、仕切りの板を全部取って、どこでも行けるという状態で、やってみるということ。で、この、全開放と呼んでいますけれども、これは、リサーチサポーターの方にからも、非常に、ぜひこれでやってみたいというご意見もいただいて、楽しく、歩いていただけたと思います。で、2、3については、展覧会ゾーンとして、2つに分けるということでやっています。で、レイアウト2については、通常は、この図で言うと、上と下ですけど、右と左に分けるということで、北から入って、南に歩いていって、また北に戻るという構成です。で、レイアウト3は、いつもと同じよう、通常に似たパターンですけれども、まあ、大きく異なるのが、この中央の、東西の軸ですね。これを無料ゾーンとして開放して、ここから、この真ん中の軸から入っていくという、パターン。この3つのパターンについて実験を行いました。で、得られたデータですけれども、このように皆さん丁寧に書いていただいて、なかなかついていくのも大変だ。これを書きながら、見失わないようにずっとついていかないといけないということで、大変だというお話もたくさんいただきましたけれども、非常に丁寧に書いていただいて助かりました。で、結果192枚のデータシートが得られました。で、まずレイアウト1ですね。これ、全開放ですけれども、1箇所からわーっと広がっていくと、大変なので、混雑するということで、4箇所の、起点を、スタート地点を設定して、で、それぞれの建物の入り口に近いところに設定をして、そこから、スタートするということで、このデータを見て、行動パターン、どんなパターンがあるのかと、どの場所がどれぐらい通るのかと、あるいは立ち止まったり迷ったりするポイントはどこかと、引き返したり重複する経路はどこかと、見逃す、入らない部屋がどこか、先ほども、タレルの部屋見つからなかったというお話がありますが、見逃す部屋はどこなのかというようなことをですね、データから見ていこうということです。で、例えばということで、シートナンバー64番、こういう方がいました。D から入っていって、この7番、8番抜けて、で、またここ抜けてということで、こう抜けていくと。で、こういう、歩いて、見つけた入り口から入って、また出たら、また次の入り口入ってということで、進んでいくと。このパターンが比較的多い、一番多いパターンでした。似たパターンがたくさん、こういう方が多かったということです。他にはこんな方もいました。これは、この全開放の、レイアウトを楽しもうとされていたんだと思いますけれども、展示室に入るというよりは、もうぐるっと いろんなところを歩き回りたいという感じで、これついていくのは大変だったと思いますけれども、外回ったりとか、中入ってみたりといろいろぐるぐる回って、行かれたという方です。でさらには、お子さんと一緒に参加された方で、なかなか苦労してるの、大変だったなということで、子供とはぐれるとかありますけれども、展示室入りたいんだけど、なかなか入れないというような感じの方もいました。で、こういうふうなデータが得られたわけですけれども、ここから少し分析的に見ていきたいと思います。で、1点目の、この展示室入り口の位置が鍵だということが分かった。で、これについて見ていきたいと思います。まず、この、東口ですね、メインのエントランス付近のこの D から入った動き、これ全14サンプル得られていますけれども、このデータから見ていきたい。これちょっと拡大しますとこんな風になってまして、この線一本一本が一人ずつ
の、移動軌跡です。ですので、通るところ、たくさんの人が通っているところと、ほんの数本しかない、あんま通ってないところというのが見えると思います。で、じゃあ、それがどういうふうになっているのか、どういう分布になっているのかということを見るために、その、この場所に線が何本あるのか、つまり、何人の人がこの場所を通ったのかということで、データ化したものがこれです。ここに判例がありますけども、赤が、12、これ、全部で14人ですから、14人中12人の人が通ったと。こういうところは10、ほとんどの人が通ったということです。逆に、0から3とやりますけど、このタレルの前のとこっていうのは、1人、2人しか通ってないということです。で、これにどういう意味があるのかということですけれども、こういう、どういうルートで行ったのかなということを考えると、例えば、ここの赤、で、ここの赤あります。で、赤、ここもオレンジありますけども、そこに近いのに、ここは青っぽい色ですね、ということがわかります。で、これを考えると、ここの展示室抜けてこう出ていっているので、ここが飛ばしてしまっているんだなと。例えばこういうところもそうですね。ここ入って、こっちから出て、こっちに行ってしまっているので、通らずに、過ぎているところというのが、青く出ているんだなと。で、なので典型的にはこういうような動きっていうのが、ピンクで示したところですね。こういう動きっていうのが、多いんではないかと。こういうところも、なんとなくこう動きが見えるということがわかります。これは廊下を見たらこんなふうなことがわかると。じゃあ展示室ごとに、たくさんの人が入った部屋と、そうじゃなかった部屋どこかと見ていくとこうなります。ここですね。展示室13という部屋ですけれども、ここが一番多い。こちらも多い。ほとんどの人が入って、ここはすべての人が、入っているということです。で、これを考え、それはなぜかと考えてみますと、ここ入り口が2つあって、その前に光庭があるので、広い範囲から、この入り口がいろんなところから見えるということがあるということが言えると思います。で、一方で、先ほどから出てますけど、タレルの部屋っていうのは2人しか立ち寄っていない。なかなか見つけるのも大変だということが言えると思います。で、どんどん行きます。次、この市役所側の B、西口ですね、B という、ここを起点の場合は、こちら側になんとなく入っていって、広がってそうなこう中心の方にだんだんこう入っていくというパターンが多い。ただ、こちらでも、ごめんなさい、こちらでも、局所的にすごく少ない場所っていうのが出ています。で、展示室ごとに見て、見ても、この2つですね、が多いということがわかります。ここも割と多いと。次、広坂口の C を起点に見てみると、こういうところが、多くなっています。この起点から結構離れているわけですけれども、こういうところは、多くの人が、ほとんどの人が通っている。展示室見ても、こんな感じで、この、入り口が2つある部屋というのが、ここ7、8というのは繋がっているので、ここ1つと考えると、入り口が2つあるという部屋がよく使われているということがわかります。こんな感じで動いたんだろうなと。で、この部屋、この12という部屋は、通り過ぎてしまったんだろうなということがわかる。最後、A ですね。こちらから見ると、この、南側が、比較的多い。で、部屋を見ると、この離れた、こちらが7、8というと、この部屋が多い。ここもこう抜けていく部屋ですね。こういうところが多いということがわかります。で、すべてのデータ、これ70サンプルですけれども、これを並べてみるとこんな風になりまして、
この廊下をまず見ると、赤いところと青いところというのが、割とはっきりと分かります。これ赤いところのすぐそばなんだけど、青いところというのがあるということが分かります。また、展示室も、ここの、赤で塗られている非常に、たくさんの人が入った部屋と、少ない数の人が入った部屋ということが分かるということです。じゃあここで考えてみたい。これ何に誘引されてどういう理由で経路選択しているんだろうかと。まあこれがテーマになります。で、実は私たちスペースシンタックスでは商業施設とか、まあ、ショッピングセンターみたいなところとか、中心市街地で、まあ、人がどういうふうに動くかということについて、分析する仕事がたくさんあるんですけれども、こういう場所では、まあ、スペースシンタックスの理論の、ベースにもなってますけれども、木のイラストですけれども、まあ、街っていうのは、あるいは商業施設っていうのは、この木のような構成をしていると。太い幹があって、枝葉に。に分かれていく。こういうところでは、まあ、人っていうのはこう中心の方に、集まってくるという特性があるというふうに考えられています。というのも、まあ、中心っていうのはそれだけ多くの店舗があるとか面白いことはたくさんあるとかいろんなところとつながっているとか、まあ、そういう意味で、この中心に行くといろいろといいことがあるので、なんとなく中心っぽいところに向かって集まっていくという特性があるということがこれまでの研究でも分かってまして、まあ、これをベースにいろんなレイアウトの分析をしているということです。じゃあこれが美術館でも同じことは言えるのかということですけれども、まあ、そうではないわけですね。で、美術館の中では当然お客さん人が、まあ、作品を見て歩くということ作品 を見たいと思っているわけですけれども、作品っていうのはもう展示室の中にある。で、じゃあ展示室に行きたい。で、展示室に入りたい時にはまず入り口を探さないといけないということで、まあ、入り口を見つけたらそこから入って作品に到達するということです。で、この時にもう一つこう入り口、まあ、出口になるわけですけど、こういうところが ある場合には、そこから出る。で、出て、じゃあまた次の入り口が見つかったらそこに、入っていくという形で、この展示室の入り口が見えるか見えないかで、見えたらそこに向かっていくという、この入り口の視認性というのが、まあ、経路選択に、大きい影響を与えているのではないかという仮説を立てることができます。で、この仮説は本当なのか。この仮説が本当であれば、入り口の視認性が高いところほど、先ほどの、調査結果で、たくさんの人が入っているはずではないかということです。で、ここで、まあ、スペースシンタックス の, 分析ですね。まあ、いろんな視点があるということは、まあ、展示1、展示2でも説明を、していますけれども、見える、どこから見えるかという、見える範囲の大きさという指標がありますけれども、例えば、この展示室6、の部屋のこの入り口空間、まあ、ここを入り口空間としますと、赤いところですけれども、この入り口空間が見える範囲というのを黄色で示しています。まあ、結構広い範囲から見える。で、光庭がこちらにもこちらにもあるので、それをその向こう側からも今見えているということです。で、この7、8、これつながっていますので、まあ、これ一つだとすると、まあ、広い範囲からこちらも見えると。13の部屋もそうですね。この光屋の向こう。まあ、実際にはこう植物があったりして、ちらっと見えたりするという、そんな感じかもしれませんが、まあ、空間的にはこの辺からも見える可能性があるということで、この広い範囲から見えるわけです。で、一方で、あんまり広い範囲から見えない、この12という部屋は、まあ、この壁のチラッとこの向こう側からチラッと見えたり、こちら側からもチラッと見えたりすると。この程度で、まあ、この黄色の範囲が狭いわけです。で、タレルの部屋に至っては、まあ、ここに入っていかないと、実際には見つけられないということが、あって、視認性が、まあ、低いと。このカプワの部屋もそうですね。
ということになります。このように、展示室入り口の可視範囲、見える範囲が広い部屋と狭い部屋がある。で、この面積を指標化したもの、これは展示地のコネクティビティという、デザインギャラリー、展示室の、床の数字で表してますけれども、この指標で、この入り口空間の、その指標で部屋を塗り分けていますけれども、この赤っぽい色の、赤、オレンジ、黄色あたりっていうのは、それが広い部屋、青いところっていうのは狭い部屋と。これと、先ほどの、立ち寄りの多さ、展示室の立ち寄りの多さのデータを比較してみると、この赤っぽい、左側で赤っぽい色と右側で、比較的赤っぽい色が、対応しているということで、また青いところっていうのはやはり両方で青いということで、この関係がありそうであるということが、示すことができる。わかるということです。データを使って、説明するということができていると思います。あともう一つの観点ですけれども、立ち止まり行動、歩いている途中で、キョロキョロした、立って、周り見渡したり考えたりしたというところを記録していただきました。その場所がこの紫の点ですけれども、この場所を見ていくと、交差点的な場所っていうのは結構ありますね。これは、廊下の、その先ほどの、可視範囲の大きさの指標、同じ指標で、廊下を、分析したものはこれですけれども、この赤いところ、いろんな方向が見える交差点的な部分が、一致している部分が多い。さらに、それ以外に、この黄色で示した範囲っていうのはどういうところかなと調べてみると、この展示室の入り口付近ですね、こういうところで、キョロキョロしている。立ち止まったりしているということが、起きて、たくさん起きているということで、やはり、この入り口、展示室入り口の侵入性というのが、この経路選択の鍵になっているであろうということが、示せたということになります。これで、展示室入り口の位置が鍵であるという説明です。で、これが、こういう何が鍵になっているのかということが分かれば、じゃあそれをうまく使えば、この展示意図に応じて、この展覧会ゾーンの、区切り方ですね、配置の仕方っていうのが、うまく変えられるんではないかというのが2点目の、視点です。この 2A、2B、3A、3B、参加していただいた方は、ああ、これだ、これだ、こんなんだったなと思われると思いますけれども、入り口が、北側にあって、南北にこう歩いていくというパターンと、中央に貫通する通路があるパターンということです。で、この結果、実験結果から、調査結果からまず見ていくと、2A のパターンは、この入り口が2つある部屋、を次々と入っていって、で帰りは廊下で帰ってくるというパターンが多かったようです。2B については、入って出て、廊下に出て、入って出て、で、また入って出てというのが多かった。ただずっとこう、直線的に移動したというのが多かったようです。で、3B については、この入り口入って、ここで結構迷って、結構散らばって、いろんなところに行ったというパターン。3A は、丸いところから入って、これも2つ入り口あるところ前半通って、後半は、出て入って出て入ってという、感じですね。で、こういう4つのパターンについて、リサーチサポーターの皆さんからいただいた感想を、示したものがこちらです。まず 2A、2B について、この黄色が、比較的、好意的なというかポジティブな、意見で使われたキーワードを抜き出したもの。で、グレーっぽい色が、ちょっと、あまり良くなかったな、歩きにくかったな、というような、ネガティブ気味な、コメントで使われたキーワードですね。で、これを見ていきますと、同じレイアウトでも歩きやすい
と思われた方もいるし、迷いやすい。で、まあ、ある、迷いやすいっていうのも、その、探求心、まあ、好意的に取った方と、ちょっと、非効率だなというふうに取った方も、いいということで、まあ、いろいろな感じ方があるな、ということがわかります。3A、3B についても、まあ、迷いを、楽しむというようなことがあったりとか、また、狭く感じると思ったり、また、3B については、こういう、リズムをよく歩けるとか、この選択肢があっていいとか、まあ、こういう、いろんな意見をいただきました。で、これを少し整理してみますと、まあ、こういう観点にまとめられるかなと。まず、空間的な広がりですね。狭いとか広いとか、コンパクトとか。あと、分かりやすさ。迷うとか、迷わないとか。いうこと。あと、回遊性、移動の自由度ですね、選択肢。まあ、期待感という言葉もあり。あと、面白さ、感動っていうようなこともある。で、こういう観点で見てみますと、どっちがいいのか、必ずしも広いのがいい、わかりやすいのがいいということではなくて、広がりがあるのはいいんだけど、広すぎると回りにくいとか、迷うのは困るけれども、単純だとつまらないとか、まあ、こういう、なかなか難しい、要望が期待があるんだなということが分かりました。これですね、さまざまな機能性の追求、要求、ただ、まあ、意外性も欲しかったりするということ、まあ、なかなか難しい。ということは、まあ、こう企画とか展示の特性によって、まあ、この期待される空間が異なるのではないかということが言えるだろうと。いうことです。で、それをじゃあどうやって実現するのか。で、一般的な美術館の建築を考えると、複数の出入り口がある。まあ、一部屋に入り口と出口のような場所があって、出口を出たらそこが入り口になっているということで、この順路を構成するようなのが、まあ、一般的な美術館のレイアウトですけれども、まあ、これもできる。で、これに加えて、動線空間と呼ばれている、まあ、廊下、の空間があるということが、21B の特徴。で、あと、間仕切りによる可変性があるというのが特徴であるわけなので、まあ、これを、うまく、使って、レイアウトができるんじゃないかと。で、広い、狭い、広いとか、選択肢多い、少ないとか、あと、表っぽい、裏っぽいというようなことですね。これを、自在に変えて、企画意図に応じて多様な展覧会ゾーンを設定できるのではないかということで、今回、いくつか、例えばということで、考えてみ、ました。例えば、クロノロジカルな、まあ、ある作家さんの、初期から晩年に向かって、まあ、時代を追って展示するというようなものとか、あるいは、まあ、こう、起承転結、このストーリー性が強い、展示のように、こう、順番に回ってほしいというような時には、こう、自然にこう、順路を作りやすく。で、迷いにくい。まあ、変に飛ばしてしまったり、まあ、戻らないといけないというようなことがないような配置が好ましいんではないかと。ということで、この 2A の、パターンをベースにして、作っていきたい。この 2A の、パターンというのは、割とこう、順番に回っていく、ことが多かった。ので、これをベースにして、考えていきたい。まあ、ただし、この、6と1のあたりで、ちょっと迷いがあったということで、1の部屋をこの範囲から外して、代わりに14の部屋を、範囲に入れる形で、構成する。これでやってみるといいんではないかと。で、出口を、まあ、こちら側に設定することによって、まあ、最後もここで出てしまう。これは入り口からの近接性、展示位置の、ディスタンス、ターンズ、この2つの指標を合成したものですけれども、まあ、これは入り口からどれぐらい近い場所かというのを示す。赤い方が近い、青い方が近い。で、近いところからこう順々に入っていくというふうに考えると、これ、明快に、まあ、普通に行くと19、8、7、14、6、2というふうに、この赤から
青の方に向かって、歩いていくのが普通の、自然な動きであると。で、ここから出るというのが、まあ、ほとんどの人はこう動くだろうということで、わざわざ指定しなくてもこうなるんであろうというパターンです。で、これは順路を作りやすく迷いにくい配置ができたんじゃないかと。で、一方でその片側の、2B については、実験時は14もここに入ってましたけど、先ほど 2A の方に移してしまいましたんで、こういう形で11、12、で、光に当たって13、14、3という形で、で、また、こちら側から、出るということであれば、こうずっと流れていくということで、順路を作りやすく迷いにくい配置になるんではないかということです。で、この配置のさらにいいところは、まあ、ここで、これ、見える範囲の広がり、視覚的な広がりの指標ですけれども、赤いところが視覚的に広がっているということで、最初、狭いところから入って、二つ部屋を見た後で、パーッと広がる。なんとなくこう、展示の中盤に印象的なブレイクがあって、さあ、後半に向かっていくぞという、一回リセットするような、こういう場所を通って、後半に向かっていくというような、まあ、演出もできる配置かなということです。で、また、違うパターンですね。展示室ごとに個別のテーマを設定する。順番に何かストーリーがあるんではなくて、まあ、どっから見てもいいですよと。で、作品ごとに間違ったコンセプトを提示するような展覧会の場合は、こうザッピング的に気ままに、どっから行ってみようかなというのを楽しめる配置がいいんではないかと。で、それはこの 3B をベースにするといいんではないかということです。で、像の入り口に割とゆとりのある空間が、入り口付近ですね。入ってすぐ割とゆとりがある空間がある。で、実際ここ光にはもう、オープンな、視界と視線通るので、まあ、こうかなり広い感じがするという場所です。で、近接で見てみても、まあ、13は近いですけども、まあ、4と6は似たような感じになっているということで、まあ、どっちからでもいいなという感じの、構成になっていて、まあ、経路に自由な選択肢があるエリアができたんではないかと。で、実際、このゾーンの入り口付近から見ると、まあ、いろんな展示室の入り口が見えるということがわかります。で、調査時のこの周りを見渡す考える行動というのは、実はこの 3B が、一番多かったんですね。実際こういうエカリニアの周りで、どこ行こうかな、という感じで立ち止まった方が、まあ、かなり多かった。まあそういうことからも、そういうような、まあ、自由度のある展示に向いているんではないかということです。では、残った 3A というのはどんな展示に向いているのかというのを考えますと、この、まあ、参加された方はカードにも書いてありましたけども、7番と8番、天井高が違うとかですね、あと、形も円形があったり、四角形があったりと。で、こういう長方形的なものがあったり、割と正方形に近いものがあったりということで、平面形状、大きさ、天井高、多様な空間があるので、まあ、作品と合わせて空間そのものも楽しむ展示とか、まあ、こういう広い部屋に、まあ、印象的に何か置かれているということで、そのスケール感なんかも強調するような展示とか、っていうのが、まあこう入っ、この部屋に入って、ちょっとこう驚きがあるというか、インパクトがあるというような展示に向いているんではないか。また、このゾーンの最初がこの、比較的大きい円形の、14番という部屋ですので、まず、まあ、ここで、展示の概要をつかんでから、さあ、旅に出るぞという感じで、出ていくというようなことを、も、やりやすい配置ではないかというふうに思います。ということで、展示意図に応じた配置は可能ということです。で、最後ですけれども、無料ゾーンには無限の可能性があるんではないかということで、2A、2B、3A、3B、で、それぞれに残された場所というのが、無料ゾーン。で、無料ゾーンというのは交流ゾーンという、呼ばれて、いますけれども、
この、配置が、まあ、随分違うということがわかります。で、あと2の場合は、ここが割とカクカクと、なっていて、まあ、一部分、この円弧に沿って動くということで、この回っていくという感じですけれども、レイアウト3の場合は、この貫通する中央の通路ができる。また、選択肢としても、こういうところを抜けていくという選択肢ができるということがあります。で、リサーチサポーターの皆さんからも、これがすごくいいなと、ここ抜けられるのいいなということをご意見をたくさん、いただいて、います。まあ、ちょっと、今までにはない感じがするということですね。で、まあ、この、市役所側から、この、正面の入り口の方まで、まあ、ドンと抜けるということです。で、これを、近接中心性という、展示地で示した、スペーシオンタックスの一番中心となる、基本となる指標ですけれども、これで見ていきます。これは、まあ、人が集まりやすい場所、人が歩きやすい場所、まあ、交流ゾーンということですので、まあ、人が集まりやすい場所を作っていくということは一つの観点ですけれども、これでいくと、この、逆この字型というか、こういうところが、与え高くなって、一方でこの市役所側のこの部分というのは、ちょっと裏的な場所に、あんまり人が入ってこない場所になっています。これに対して、レイアウト3の無料ゾーンを見ていくと、この強い軸が、ここに通っているというのがわかると思います。また、この、西側の値がかなり高くなって、あと、円周に沿う、こういうところの指標値も上がって、いるということで、ちょっとこう、街の空間というか、ただぐるぐるっと回るだけではなくて、まあ、いろんな選択肢があったりとか、まあ、ここ歩きながら、有料ゾーンの、様子をちらちら見ながら歩くというようなことももちろん、あり得るわけですので、まあ、より、楽しめる、場所ができるということかと思います。で、このようにゾーン、無料ゾーン、展覧会ゾーン両方ですね、これレイアウトの力を活かして、この21日の、魅力というのを、再発見できるんではないかということと、まあ、最後見ましたけども、交流ゾーンを使って街に開かれた公園のような美術館というコンセプト、これをもっと強調していけるんではないかということで、まあ、ここ21世紀美術館ですけれども、まあ、この周りのエリアを考えてみても、もうこの周りのエリアからいろんな、活動がこうにじみ出して集まってくると。で、それをまたこう、発信していくというようなことが、まあ、空間的にも、まあ、それが実現するような、まあこうより、入ってきやすい、いろんな活動が起きやすい場所というものを作っていけるんではないかということです。で、このように、まあ、今回、21世紀美術館の建築について、まあ、魅力は皆さん十分感じられていると思いますけれども、それをまあ分析的に理解していくということを試みました。また、商業施設とか中心市街地の仕事をたくさんやっていますけれども、まあ、美術館については、国内では、日本では、まあ、まだあまり経験がないので、そういうところで、皆さんのご協力のもとで、データを得て、スペーシオンタックスの理論的な、手法的な発展にも、役立つ、調査だったかというふうに思っております。ということで、後半、いろんなご意見を、いただいたり、ディスカッションということで、考察を深めていきたいと思います。